time. It's time. Let's beat a legend. ここ一概のチャンピオン王様は俺だ。本日のメインイベント、スーパーアジア王座統一戦ラストマンスタンディングマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー、スーパーアジア暫定王者、マディアン・アッキー。じゃあ赤コーナー、スーパーアジア王者、藤田・ミノル。さあ、いよいよチョコプロ200、まさにメインイベントにふさわしいこのカードが始まります。さあ、レフェリーからベルトの変換が行われました。スーパーアジア王座をかけて、おっと、さあバリアーキが仕掛けていく、バリアーキが仕掛けていく、藤田が応戦する、藤田が返す。さあ、アッキが、さあ、この平たく言うとむちゃくちゃかっこいいコスチュームです。むちゃくちゃかっこいいコスチュームです。攻めていく、藤田の髪の毛をつかむ。さあ、睨み合う両者。おっと、ここは一旦離れていく。さあ、凄まじい気合だ、バリアン・アッキー。バリアン・アッキーの体がうなっている。さあ、藤田実。さあ、ここはおっと、シェイクハンド、シェイクハンドはしちゃいけない。この男とシェイクハンドをしちゃいけない。ラリアット一戦、バリアン・アッキーに対して凄まじいラリアット一戦、藤田実であります。さあ、ここでバリアン・アッキーを捕まえて、さあ、スナップメイヤーからドロップキック、バリアン・アッキーの顔面を捉えた。もう一発。さあ、序盤からバリアン・アッキーの顔面に、そしてまた顔面にキック、エルボーの雨あられであります。くしくも外は雨が降り出している、本当の雨あられ、そして藤田実の攻撃の雨あられ。さあ、締め上げる、バリアン・アッキーの首を締め上げるぞ。さあ、ここは返していくか。さあ、背中に2位スタンプ、厳しい攻撃であります、チャンピオン。さあさあさあ、ここでさあ、さあ、ここで首をひねって、さあ、アッキーの、アッキーの首が、さあ、ここで藤田実がスリーパーホールド。さあ、バリアン・アッキーの首を絞めていく。さあ、頑張れ、アッキー。
さあこのためにバリアーキはこの真のチョコプロのそしてスーパーアジアのチャンピオンになるためにこの国にやってきたんだ。私の愛するインドからはるばる日本にやってきたバリアヤッキー、俺は君を応援している。行け。さあ行け、インドの星、負けるな、インドの星バリアヤッキー。さあ宇治田稔のチョップ。さあすさまじい胸板に炸裂する宇治田稔のチョップ。さあ倒れた。すさまじい衝撃が市ヶ谷チョコレート広場を切り裂いていく。バリアーアッキー、序盤から厳しい攻撃。さあここで腕石ぎ決まった。バリアーアッキーの腕を破壊しようというのか。腕が折れる、そして心が折れるぞ。バリアーキ逃げろ、バリアーキ逃げろ、バリアーキ。さあ足を固めろ。さあレッグロック、そしてしかし腕が痛い。バリアーキ、さあラストマンスタンディング、この過酷なルール。さあ藤田実は容赦なく、まずはバリアーキの腕、そして心を折っていく。心を折って10カウントを奪うつもりか、藤田実。さあ厳しい。さあなんと関節が曲がっちゃいけない方向に曲がっちゃいけません。業務連絡、曲がっちゃいけない方向に曲げないでください。しかしそれがプロレスだ。プロレスでは非常識なことが許される。そして非常識といえばこの男だ、藤田実。さあバリアーキも藤田実を倒すためには常識を超えなければいけないのか。さあ常識を超えろ、海を越えてやってきた男よ。常識を超えろ、藤田実を超えるんだ。さあローキック一戦。さあ攻めろバリアーキー。さあお前が腕を攻めるなら俺はお前の足を攻めてやる。バリアーアッキーが藤田実の足を攻めている。バリアーアッキーが藤田実の足を攻め、動きを奪っていく。さあいい位置で決まってるぞ、いい位置で決まっている。さあ藤田実の足がいろんな方向にぐにゃり曲がっちゃいけない方向に、さあ曲げていけ、常識を超えろバリアーアッキー。さあレッグロックに体を落としていく。さあ藤田実、これで藤田実の動きが止まりました。バリアーアッキー、ちょっと休もう、腕痛い、ちょっと休もう、いいよ、そうだ、蹴ろ。さあ蹴っていくバリアーアッキーであります。さあまた足を掴んでローキック効いている。さあ藤田実は苦悶の表情だ藤田実。そしてバリアーアッキーが腕をもみもみ、さあもうそろそろ腕の痛みも治っていく頃か。さあ完璧だバリアン、行け、蹴れバリアン、攻めろ。さあ藤田実が立ち上がった。さあローキック一戦、足を捕まえる。さあ足に、なんて言うんでしょうか、
足の DDT、 足への DDT、 さあさあ膝が膝が藤田実の膝が抜けてしまうぞ。さあちょっと待ってください。レフェリー、レフェリーを使って、さあ藤田実早くもレフェリーに救いを求めるようなこの形。さあピンチか藤田実。もうあえて言います、あえて言います、東京失恋学園、失恋の日々を一緒に過ごした藤田実も頑張れ。ダメだ、どっちを応援したらいいかわからない。バリアーアッキー、藤田実、お前ら俺の意見だと、お前ら二人ともチャンピオンにふさわしいんだ、どっちも頑張れ。バリアン、実、さあ藤田実の足を捕まえた、藤田実の足を、さあ足に何ですか、やめてください。何ですか、バリアーアッキー常識を超え始める。さあ距離を取ったドロップキック。そんなところにキックしていいなんて親は教えなかったはずだ。バリアーアッキーの凄まじいドロップキック。さあプロレスとはなんと過酷なものでしょうか。藤田実がバリアーアッキーの腕を攻めてしまったために、バリアーアッキーの怒りに火がついた。藤田実の足が泣いている。さあ泣いているぞ藤田実の足。さあやり返せ。さあ藤田実の足が失恋を繰り返す。バリンバリと割れていく。返せ藤田実、返せ。さあ戦え。なんと凄まじいローキックなんだ、ローキックオブザイヤー。ちょっと待ってください、藤田実が、さあ足を捕まえる。しかしなんと、さあ2位スタンプからドロップキック、お返しのドロップキック。バリアーアッキー吹っ飛んだ。しかし返していく、ドロップキックで返していく。ひるまないぞバリアーアッキー。キックだ、キックの鬼だ。なんとハイキックは決まっている。いやー、投げるか、エクスプロイダー。いやー、なんということだ、エクスプロイダーからまさかのトラースキック一戦、10カウント決まった方が立て、さあ立った方が6、両者立ち上がる。ナマステプレスは止められた。ちょっと待ってください、外に落ちてしまったバリアーアッキー。ちょっと待ってください、外は寒いですよ。ちょっと待ってください、二人とも危ない、二人とも業務連絡。さあプロレスはマット上でやりましょう、せめて。ああ壁にぶつけた。壁の裏側には柔らかいものがついていないから、単なる壁にぶつかってしまった。さあチョップ、市ヶ谷の街に響き渡ってしまうこのチョップの音、おじさんは何事かと目を覚ましてしまう。市ヶ谷の街、チョップを返す。さあ何事が起きているんだ、市ヶ谷で何が始まっているんだ。チョップとローキック、ちょっと待ってください。首を絞めている。やめてあげて。窓枠は落とせじゃないでしょ。危ないでしょ。窓枠はやめてください。首落としちゃダメでしょ。そんな
なんてひどいことを言うんだ。すぐが命であります。さあ壁にぶつかった、壁にぶつかった。なんとなんとちょっと物騒なこと、物騒なこと言うのやめてください。業務連絡、女子の皆さん物騒なこと言うのやめてください。さあ苦しすぎる。さあ苦しすぎるぞこの戦い。さあ苦しすぎる。そして藤田実がなんと椅子だ。そんなところに椅子を用意して、椅子はそんな風に使うものではありませんよ。ちょっと待ってください。バリアアキが倒れている。冷たいコンクリートの床に倒れている。そして藤田実が椅子を並べている。市ヶ谷の空の下。さあ何をしようとするんだ。これはおっと待ってください。顔を蹴った。凄まじい顔面キックからなんとバリアーキがお返しに。何ですか。ちょっと待ってください。バーの枠からナマステプレスはいけないのね。私のやったことはいけないことなの。何なの。ちょっと待ってください。やめてくれ。あー、なんと窓枠から外にデッドリードライブ。かつてこれほどデッドリーなドライブはあったでしょうか。かつてこれほどデッドリーなドライブをリック・フレアさえ受けたことはない。なんてことだ。さあ勝負が決まってしまう。場外で倒れたバリアーキー。立てるか。バリアーキー、さあ立った。さあ立ち上がったバリアーキー。なんとエルボー一閃。そしてさあマット内に入れた。さあ帰ってきたぞ二人とも。そしてバリアーキがもはや虫の息でしょう。何でしょう。なんとやりますよ。あらゆることをやりますよこの人は。藤田実95キロ決まってしまった。ダブル2は避けられた。さあバリアーキがエルボー、凄まじいコンビネーション。さあ決まるか。フランケンシュタイナーをかわした。決まった。立てるのかじゃない。立つんだバリアーキー。アキー、待てバリアーキー、世界中を応援してるぞバリアーキー。さあ藤田実がさようならを狙っていくが、ここは返された。アトミックドロップ。さあバリアーキー、さあバリアーキー、足を散々攻め続けた。さあしかしギブアップはないです。ギブアップはありません。ギブアップはさあ10カウントのみ、ダウンカウント10カウントのみの勝敗の決着となります。ラストマンスタンディングマッチ。さあバリアーキが何を狙うんだ。バリアーキがさあ足を捉えた。足が痛い。バリアーキ足を痛めたか。バリアーキ頑張れ。バリアーキ
おーっと、なんとか成功した、なんとか成功した。しかし藤田実の足に、藤田実の足に降ってきたぞ。これはチャンスだが、バリアーキも足を痛めたようだ。さあ一進一退の攻防、バリアーキ、さあここはここは賢く攻めていってほしい。休みながら賢く攻めるんだ。さあダウンカウント6、ダウンカウント7。さあ立ち上がる。うわー、凄まじいポンプキックから、さあ藤田実が返す、藤田実が返す。さあ膝をぶつけていく、そしてそしてやめてください、やめてください、マットを剥がすのはやめてください。さあ藤田実がマットを剥がす、マットを剥がす、マットを剥がす。そして何を狙うんだ、あれを狙うんですか、何を狙うんですか。さあブレンバスター、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 ゆかりブレンバスター、決まってしまった、決まってしまった、決まってしまった。バリアーキの背中が、バリアーキの背中が危ない。もう一発狙うのか、もう一発狙う。DDT、 なんと DDT オンザフロア。こんなことをやってはいけない、なんて非常識な男、なんて非常識な男なんだ。しかしこの勝負にはこれほどの、これほどのものを、これほどのものを出さないと勝てないと悟ったか。ラストマンスタンディング、さあカウントは5、カウントは5、6、7。さあ終わってしまうのか、終わってしまうのか。立ち上がれ、立ち上がれ、バリアーガッキー。さあエルボー、エルボー、エルボーが決まった。何ですかそれ、何ですか今の、ヒッチハイクみたいな、もしかしてヒッチハイクではない、今のは外に行くってことですか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。その窓は開けない、そのドアは開けない、開けないで、ちょっと待ってください。寒いですよ。なんと壁に、そうちゃんの実況も声もちっちゃくなってしまう。ここは市ヶ谷の外であります。さあ藤田実が何を狙うんだ。藤田実がバリアンアッキを市ヶ谷の寒空の下に出した。もう一回壁にぶつけるのか、壁にぶつけた、壁にぶつけた。危ない、危ない、危なすぎる、この人たち危なすぎる、二人危ない、二人危ない、二人だ、危ない二人が壁に、おっと、ここはアッキが、アッキが返していく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 。雨が降る、雨が降る、市ヶ谷。さあ大丈夫かカメラ、雨が降る、雨が降っている、雨が降っているぞ。危ない、危ない、危ない、危ない。何をしようとするんだ、何をしようと言うんだ。バリアッキが、バリアッキが、バリアッキが何かガタガタと。やめてください、やめてください、危ないぞ、危ないぞ。何をしてるんだ、何をしてるんだ。机を、机を、机をセットした、机をセットした。さあ市ヶ谷の寒空の下、皆さん、空ですよ、空ですよ、空です、外です、空、外。そして2人の男、2人のおっさん、2人のおっさんがクンズホグレツ、何をやるんだ。バリアーキー、バリアーキー、何を狙ってるんだ。ちょっと待ってください、壁、壁を登った。何考えてるんだ、何考えてるんだ、何考えてるんだ。バリアンキー、やめろ、やめるんだ、やめるんだ、やめるんだ。すごすぎる、すごすぎる。こんなことがあっていいのか、こんなことがあっていいのか、こんなことがあっていいのか。あえて英語で言わせてもらうと、ホーリーシットであります。ホーリーシット、全世界から、全世界から聞こえるホーリーシットの、ホーリーシットのこと。さあさあ両者立てない、両者立てない、両者立てない。藤田実立てない、バリアーアッキも立てない。バリアーアッキも痛めたか、バリアーアッキも足を痛めてるのか。カウントは6だ、カウントは6だ。
セブン。ちょっと待ってください、決まってしまう、決まってしまう。どっちが勝つんだ。立ち上がった方が最後に立ち、あ、2人とも立ち上がれるか。立ち上がった、立ち上がった、立ち上がれ、2人とも立ち上がれ。これほどの戦いを、これほどの戦いを見せてくれた2人とも、2人ともさあリングの方に帰っていく。凄まじい戦いだ、こんな戦い見たことがない。何なんだこの、さあ塀から飛んできた、塀から飛んできたインド人2人とも方法の手で、さあ今マットに帰り着いたが2人ともまたダウンであります。さあ再びダウン、再びダウン、さあ再びダウンであります。さあさあいよいよこのラストマンスタンディングマッチも佳境に入っております。もうどちらが負けてもおかしくない。さあどちらが負けてもおかしくない。さあどちらもどちらも成功突き当てているぞ。さあさあエルボー、さあエルボー、凄まじい雄たけびだ、凄まじい雄たけびだ。いけいけいけ、負けるな、負けるな、2人とも負けるな。いけ、投げれ投げれ。さあエルボー、さあさあさあ、いけ、コスチュームを脱いでエルボーを放つ、ウジのミドルフライングエルボー。さあ空飛ぶインド人バリアワッキー、曲げるだ。さあ聞いてるぞ、聞いてるぞ、殴れ殴れ、殴っていけ。さあ行け行け、答えてくれ、無事だ。おお、ぶん殴った、ぶん殴った、藤田ミドルがぶん殴る、藤田ミドルがぶん殴る。さあさあさあ、ああ、ローキック、ローキック、ローキック決まってる、ローキック蹴っていく、ジャンプが決まる。さあ藤田ミドルの体が破壊されていく。勝てるか、勝てるか、バリアワッキー、勝て勝て。さあ行け、行くんだ、藤田ミドル返せるか、藤田ミドル返せるか。さあローキック、エルボー、ローキック、凄まじいコンビネーション。いつまで続くんだこの地獄の苦しみ。2人とも地獄の底で、地獄の底で戦っている。あーとラーズキック一戦。さあさあ、じゃあバックブリーカー、藤田ミドルの体が、藤田ミドルの体が、さあ椅子だ、椅子を用意した、バリアワッキー椅子を持ってきた。さあ塀から飛んだ男、何でもやるでしょう。椅子にバックブリーカー、椅子にバックブリーカー、決まるぞ決まるぞ。ナマステプレスだ、ナマステプレスだ、ナマステプレス、決まったであります。藤田ミドルダウンであります。完璧に決まった、完璧に決まった、ナマステプレス、バックブリーカー、そして椅子へのバックブリーカーから最後はナマステプレス。さあバリアアッキー、バリアアッキーが立っている、最後に立っている男、その男の名はエイト。なんと立ち上がる藤田ミドルが、信じられない、信じられません、藤田ミドルが立ち上がる、藤田ミドルが立ち上がる。さあさようなら、さようなら、さようならは、さようならは別れの言葉じゃなくて、再び会うための遠い約束。このまま遠くに行ってしまうのか、バリアアッキー。なんとここでさよなら一戦終わってしまう。バリアアッキー終わってしまうのか、終わるな。バリアアッキー、立て立て立て、バリアアッキー、負けるな、バリアアッキー。お前はチャンピオンになるために日本に来たんだ。さあ行け行け、やり返せ、バリアアッキー、食らうな、もう一発食らったら終わってしまう。
おー決まったー終わりでしょう。とうとうこの技が2回出てしまった。ドン。さあバリアーキダン、何ですか藤田実、何をしようというんですか。なダウンカウントを止めて椅子を持ち出した、椅子を持ち出した藤田実、やめてくれやめてくれ、もうアッキーは立てないだろう、もういいだろう、もうやめてくれもうやめてくれ、アッキー立てない、アッキー立てない、本当に立てなくなってしまう。最後に立ち、最後に立っている男、さあその男はこの、この男藤田実なのでしょうか。さあ最後の技になるでしょう、さあ最後の技になるでしょう。山積みの椅子の上、山積みの椅子の上に、これが正真正銘挑戦者、挑戦者としての本当のさよならになる。バリアーアッキー、バリアーアッキー、本当のさよなら。さあさあさあ、バリアーアッキー返せ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 、なんと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 、さよなら。さよならは別れの言葉じゃなくて、再び会うための遠い約束。さあバリアーアッキーがさよなら、さよなら、この二人の、この二人の、この二人の勝負は一体どこまで行ってしまうんだ。山積みにされた椅子の上にさようなら、そして山積みにされた椅子の上にさらに椅子を抱えた、椅子を抱えた、椅子を抱えた、ナマステ、ナマステ、プラス決まったー。山積みの椅子の上さらに椅子を抱えたバリアーアッキーが、空飛ぶインド人バリアーアッキーが、このこのベルト、ベルトを取るために日本にやってきて必死で戦い、あの最強の暫定チャンピオン、暫定チャンピオン趙雲志龍を破り、このこの今日という日を迎えた、この最終決戦ラストマンスタンディング、最後に立っているのは、最後に立っているのはバリアーアッキーにもダメージがある、バリアーアッキーにもダメージがある、どっちが勝つんだ、どっちが勝つんだ。さあこの市ヶ谷チョコレート広場に最後のテイクアウトが響いた、勝者バリアーアッキーであります、バリアーアッキーであります。なんということでしょう、なんという勝負でしょう、なんというプロレスでしょう。さあ手にしたチャンピオンシップ、その重みにふさわしい凄まじい試合だ。ありがとう、ありがとう二人とも。